今回黒サビ加工してグモラナイフはこちらです。いや怖い怖い。はい、私の日輪刀です。何色に染まるかな。私の日輪刀。はい、バイティアのチャンネル始まりました。この前ワイルドワンでモーラナイフを購入しました。やっと買っちゃいましたね。はい、でこれをツイッターにアップしたところ、フォロワーさんが黒サビ加工した方がいいよって教えてくれたんで、ちょっと今日は黒サビ加工してみたいと思います。はい、マッチさんありがとうございます。そもそも、うんうん、なんで黒サビ加工をするんやろうかなって調べてんけども、なんかこれをままほっとくとカーボンスチール製のナイフはすぐに錆びるらしいんで、黒サビ加工をすることによってそれ以上錆びさせないというすごい錆です。 あえての錆を先につけることで、そうで黒錆加工はしても切れ味が悪くなることはないらしいです。赤錆と黒錆また違うんですよね。赤錆はあかんらしいね。ね、いい錆と悪い錆があるらしいですよ。赤はあかん言うてね。時間あかんやんじゃあ早速ちょっとやっていきたいと思います。はい、あらかじめ用意しているこの紅茶、水 500ml に対して5パック入れるといいって書いてたんで、はい、5パック入れて摘出しております。でペットボトル、大きいペットボトルをここ切った入れ物、今回これを使いたいと思います。で、あとは酢、これは紅茶に対して2割、紅茶7、酢3の割合で入れるので、うん、酢と以上です。こんだけでできるらしいです。豆乳ちょっと混ぜとこうか。はい、これで 2,3 時間放置しときます。楽しみやな。楽しみです。はい、おはようございます。モーラナイフの黒サビ加工をしてたんですけども、ちょっと一つやらなあかんことが抜けてて若干の失敗しました。やり直しましたね。なんかおかしいなと思って、途中でもう一回こういろいろ見直したところ、一回新品でも洗わなあかんかったんですけど、洗わんくてそのままやったらムラムラになりました、サビが。でもう一回ちゃんと洗って付け直し してまして、朝になってしまいました。で出来上がったのがこちらです。一応黒くなりましたよね。
黒くなってる。でもこの辺がちょっとムラができてしまったんです。一番初めにそこだけが黒くなって、そう、やっぱ洗わなあかんかったみたい。綺麗に油というか、錆止めみたいなのついてたんかな。それを綺麗に初め中性洗剤で洗わなあかんかったのに、洗わんとやってもうたね。ムラになってしまいましたけども、一応日輪と黒く染まりました。火の呼吸。うん、これで出来上がりかな。一応仕上げになんか油塗ると見て、ああ、わかんないですか。一応錆止めみたいなのそうかな、わかんないです。ワセリンみたいな、わかんないです。わかりやし。何もわからへん。知ってる方いたら教えてください。今回のあのね、黒サビ加工もあのマッチチャンネルさんのマッチさんに教えてもらった、もらってやっとわかったから。ありがとうございます。なんとか黒くできました。マッチさんありがとうございます。マッチチャンネルさんもよろしくお願いします。モラナイフ黒サビ加工、皆さんぜひやってみてください。はじめに必ず洗ってください。中性洗剤でね、仕上げにどんな油を塗ればいいか、もうちょっと知ってる方いたらコメント欄で教えていただけたらと思います。今度これ持ってって実際にキャンプで、使ってみたいと思います。やりたいのはフェザースティック初のちょっと挑戦したいと思いますので、できるかなと思います。はい、じゃあ今回の動画はこれで終わりです。最後までご覧になっていただきありがとうございます。よければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。ではまた会う日まで、バイバーイ。